竹雄事件を報じた福井新聞の記事竹雄事件とは、1949年9月20日に、福井県竹雄市で発生した、裁判所及び検察庁施設への放火事件である。1949年9月20日の午前5時頃に、福井地方裁判所竹雄支部及び、福井地方検察庁竹雄支部の建物から出火した。1時間余りで裁判所の裁判記録、 検察庁の証拠書類等を含め全焼した。地方における、司法行政の中核をなす施設での火災であること、加えて、消火活動に向かう消防車が走行の、妨害工作を受けたことなどから、警察は悪質な放火事件として断定。捜査が進められた結果、暴力団組長及び組員らは検挙されるに至った。 死亡者として逮捕された在日朝鮮人の暴力団組長に死刑が求刑されたが、無罪判決。共犯として起訴された組員による単独犯行として、求刑通り向き懲役が言い渡されている。死者が0人で死刑が求刑された、数少ないケースの一つである。1951年6月27日に、福井地裁で無罪判決となる。 1954年4月24日に名古屋高裁金沢支部で検察側の控訴が棄却された。上告せず、刑が確定した。主犯の暴力団組長は元在日本朝鮮人連盟の支部員であり、連盟を解散させられたことから、司法に恨みを持っていたこと。また、傷害事件や公務執行妨害を繰り返しており、保釈中ではあったものの、 裁判所で未審理の犯罪を数件抱えており、将来的には収監されることが確実であったことから、裁判所に放火し、騒ぎに乗じて裁判記録の隠滅を図ろうとした。後者の動機に関しては、同じ境遇の組員や新聞社経営者などが複数存在し、次第に共犯が増加、最終的には放火担当、連絡担当、見張り担当、妨害担当にまで役割が、 細分化された一大犯行グループが形成されていた。ありがとうございます。